Hello, guys. My name is Dino. Welcome to the video. ということで、今回の動画はなんとシーズン3の初アップデートが来て、新武器とかがいろいろ追加されてるので、今回そちらをこの動画でまとめていきたいと思います。まず最初に、とりあえず、今シーズンでね、このジャングルが登場したんですけど、皆さんどうですかこちら。結構プレイしたかな。今回ちょっとね、新しく遺跡がさ、あって、それを開けると、いろいろ武器ができると思うんですけど、こちらのね、今ピン刺してるところは、もう武器ほぼいらずに、ちょっと裏技っぽい感じなんですけど、最速で漁れる場所があるので、とりあえずそれをね、ちょっと皆さんにご紹介できたらなと思います。1個目のプチ情報。今回のアップデートは、ダウンタイムのいつものやつじゃなくて、秘密アップデートっていうか、こっそり新武器とかが登場してるので、そうなんですよ。だから多分気づいてない人とかも結構多いと思います。で、まずここのね、遺跡のとこの、壁を壊して、こっちに行きます。壊せるんですよ、これ壁が。次にこっち壊します。そうするとここに来ます。ここにレアチャがあります。このレアチャ焦りますね。敵が来そうだから怖いね。でそしたらそのままこっち行って、ここの下に来るんだけど、これ N 方向、今上見ると N 方向向いてて、左上と左上だけが火消えてるから、そしたらこのまま上に上がります。上に上がって、ここね、金武器が本当は必要なんだけど、ここもなんて必要なくて、この右の壁を壊すとこうやってね、どんどん奥に行けるんですよ。でここに来ると N 方向もう一回向いて、左上の火だけ消えてたから、それを合わせるとこの扉が開きます。こんな感じで最速あさりができるので、よかったら皆さんやってみてください。まあこれをね、この動画で紹介することでいろんな敵が来るので結構難しくなると思うんですけど、まあ来てなかったらね、やってみてね。で、はい、新武器を探しましょう。そう、新武器は追加、あったくね、今これだ。なんと皆さん、MK7 が帰ってきましたよ。こちらですね。MK アルファアサルトライフルだって。まあ、昔の MK7 とどれぐらい違うのかわからないんですけど、なんと今回に秘密アップデートで帰ってきましたね。で、これと同時に、なんともう一個のアサルトライフル、レッドアイが消されてしまいました。はい。残念ながら。まあ、レッドアイね、結構昔からあって、すごいバランスの取れたいい武器だったんですけど、まあ、今回このアップデートで新しく MK7 として新登場しましたね。まあいい感じの変化だとは思うよね。今までアサルトずっとレッドアイでさ、なんか結構もう使い慣れてた感じがあるから、ちょっと撃ってみるかとりあえず。でも白で結構なんか全然あれじゃない、なんかあれがない、反動がないから当てやすそうじゃない。ちょっとめちゃくちゃ楽しみなんだけど、昔だとあれだよね、 MK7 といえばファウンデーションとかがミシック落としてたりしたと思うんだけど、緑ここら辺になかった。これだ、これ緑の MK7、 緑の MK7 ダメージ23。まあまあまあ、この試合でちょっと使ってみて、実際にどれぐらい強いのかね、試していきたいと思います。おお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 、強い気がする。結構強そうな予感がしますよ。あとヘビ繋がるからそれ注意だよね。紫の MK7 あるけど開けれないんだ。ちょっとどっか当たってゲットしたいね、これは。で、あ、ちなみにこちらのスキン、これもね、昨日登場した新スキンなんですけど、一撃破するごとに尻尾が増えるらしいんですよ。可愛くないこの子。で、MK7 といえばね、みんなまあ、なんだ、MK7 が帰ってきただけだと思ってるかもしれないけど、そう、さっきも言ったけど、MK7 といえば、ファウンデーション。ファウンデーションといえば、セブンのリーダーということで、これはもしかしたらセブンが帰ってきたのかっていう、あれなのかな、ヒントなのか。ストーリーが今シーズンめちゃくちゃ動いてて、フォートナイトのストーリー、詳しくないよって人はちょっとね、見てみてほしいんだけど、動画とかを、過去のね。めちゃくちゃフォートナイトのストーリーって面白いの。で、今回スローン博士っていう、トレーラーの最後に映ってたさ、あの博士がいたじゃん。あの人が帰ってきて、今回 MK7 が今日帰ってきたってことは突然。おそらくセブンも帰ってきてるっていう意味なのかな。そしたらまた IO 対セブンの激アツ展開になるのか、どうなのか。楽しみですね、今後が。っていうね、だから急にこの武器が来たのかなって僕はちょっと思ってます。で、前の MK7 とはまたちょっと違って黒なんだよね。もしかしたら、あれかもしれないよね。セブンが帰ってきたっていうよりは、IO がセブンの武器を作り直したみたいな。黒だから。ワンチャンそういう説もある。ちょっとでもあれだ。反動あるわ。意外と。ちょっと下を狙ったら、いい感じに上に上がってヘッション入るかもね。あと今回これがどこのリアリティまであるかだよね。ミシックまであんのかな、これも気になりますよね。なかなか紫とかが出ない。いや、地味に当てにくいな。まあでもレッドアイと大きな違いはレイトだよね。連射速度がレッドアイの方が遅くて、パンタンタンタンって当てやすい、天打ちっぽい感じで、今回のこの MK7 はダダダダダダダってこうなんか流れる感じだけど、ちなみに今回ちょっとね、コントローラーを変えまして、スカフからね、新しいやつが届いたので、それを機に、お、同じキツネだ。フリークを外してみようかなと思って、ほんとフリークつけてたんだけど、それでちょっと今日プレイ下手だったらごめんなさい。はい、ということで皆さん、紫 MK7 ゲットしましたよ。紫はどんな感じなんだ、ちょっとラプターに使ってみるか、せっかく近くにいるし。オッケー、撃ってみます。
ヘッショ37紫でボディが25か。どうなんだ、わかんねえ。ヘッショ37でしょ。でもちなみにクリエにもまだないらしいです、このこっちの MK7 は。まあ、紫のアサルトが弱いわけがないんですけど。 OK、 こっから撃つよ。うわ強いわ。え、強くね。間違いなく弱くはない。高速移動、高速移動。昔の MK7 とあんま変わんないかもね。昔の MK7 もめっちゃ強かったイメージだから。なんならこの一人称視点の中だったら初代なんじゃない、確か。 MK7 バーストか MK7 かどっちかが最初だけど、まあ、割と最初の方に来たやつだよね。その後にレッドアイとかが追加されてますから。あったあったあった。金にできる、金にできる、金にします。あー、ミシックにはできなかった、残念だけど。金でどんぐらいなんだ強さ。ヘッショ30、ヘッショ38だ。いや強くね、普通に。やっぱでも SMG の代わりに使えるのがいいよね、レッドアイは。あ、レッドじゃなくて、名前マジで間違えるんだけど。レッドアイと MK7 似てるな。これがレッドアイね。レッ、あ、違う。オッケー、まず木からいくよ。あー、でもいきます。あー、まあまあまあ30発以内には壊せるけど、まあ、約30発、20発ぐらいは使っちゃうから。鉄で言うてなんかな、レートがちょっと早い分建築物ダメージは弱いって感じですね。ここからレタリオと行きます。あんな感じです、金で、金であんな感じ。3、2、1、4。あ、いた、なんかひヒロスケが超ゆっくり動いてる、バレてないと思ってる。戦った、150だ、150。えー、おぉ、いいですね。撃っちゃってる、撃っちゃってる。木を倒せ、木を。お、やった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 。怖すぎ怖すぎ。もう超猛ダッシュできてたからね、今。めっちゃビビってた俺今。危な、怖い怖い怖い。こんな可愛いキツネに。レッドアイの出番だ、レッドアイの出番だ。やめてやめて、そういうちょっと上級テクニックやめてね。やばいやばいやばい。オッケー、あっぷな、本当に怖すぎ。はい、という感じで今回の動画を最後まで見てくれてありがとうございます。今回は秘密アップデートシーズン3の初アップデートで、来週多分ダウンタイムになってくると思うんですけど、今回はダウンタイムなしのアップデートで MK7 が久々に帰ってきてました。この動画少しでもいいなと思った方はぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ピースアウト。